はい、始まりましたカッサンチャンネルです。今日もですね、Amazon から怪しい、商品が届いてます。じゃーん、リムストライプです。しかも激安ということで、なんと1000円しません、998円。ね、本当にですね、こういうのを、試すのがですね、好きなんですけども、よくよく調べるとですね、これ僕リムストライプ、実は自分で貼ったことなくて初体験ということで、で同時にですね、このなんていうんですか、リムストライプを貼るゲージ、これも一緒に買った方がいいよっていうですね、お誘いに、そうなのかと、じゃあこれも一緒に買ってですね、で用意するものはこの霧吹き、これも買ってきました。そして、パーツクリーナーですね。もうこれもあったんですけどね、もうなんかないんでね、もうこれも、せっかくなんで、いるもんなんで買いました。あと、使い古した、ウエスト、T シャツですね。これで、GSX の、ホイールにですね、これを貼って検証したいと思います。それでは動画スタートいってみましょう。どうぞ。はい、それではですね、早速、まずこのホイールをですね、きれいにしないといけません。でなんでこのカスタムを一番最初思ったかっていうと、まだ新車なんで全然汚くないんですね。だから綺麗にするのも楽かなと思ったんですよ。やるなら早い方がいいなんで。でこの入れます、汚れをですね取ります。はい、すいません、緊急事態です。 Amazon でこれ買ったら、この MDF のリムストライプ専用貼り付けゲージを一緒に買ったらみたいなおすすめが出たから僕買ったんですよ。じゃあですね、このカッターリムストライプの幅は8ミリなんです。これは4ミリと6ミリしか対応してないんです。ちょっとアマゾンさん、ひどいじゃないですかこれ。そんなことでなるんやったらですね、そのおすすめせんといてほしかったっていう。でも言っても仕方ないんで、今から私これをですね、8ミリでも通る幅に改造したいと思います。え、そんなんできるんかって自信ないですよ。でもやってみましょう。レッツゴー。絶対うまくいかへん予感しかないねんけど。見てますか、アマゾンの関係者の皆さん、あなたたちのせいでこんな不幸な人が生まれています。え、こんなゲージを使わずに手で自分で貼れってできるわけないじゃないですか。僕が不器用なのに、僕はこのゲージがあるからできると思ったんですよ。というかゲージがあってもできるかなって、そんな不安があったんですよ本当は。カメラさん見てください。ちょっと合わせてみますね。ちょっと焦ってます、私は焦っております。通るけどグサグサやんけ、切りすぎた、見えます、切りすぎました。でも何もないよりマシなんで、これで一回やってみます。さあ試された、カット。はい、ということで、もう序盤からですね、波乱含みでもうまくいくかなと思うんですが、とりあえず次はパーツクリーナーで脱脂します。あとはですね、工程としてはこの霧吹きで水をかけて、ちょっと滑らしながら、正直自信ないですけど、じゃあもういきますよ。合ってんのかな、これ全部剥がさん方がいいんかな。ねえ、あ、こうじゃ、あ、こういうこと。それでこう若干ヘラみたいに使いながら、こんにちは。じゃあ、こういうことやんな。多分こういうことやんな。
こんな感じでですね、1回目できました。確かにあのヘラが大さ、あのヘラがシューッとできてですね、あと空気も逃がすことができて、すごいやりやすかったです。この霧吹きを吹く意味も分かったわ。結局ノリがすごい強いから、なんか遊びがつけるために、これね、予備がないんですよ。ぴったりなんで一回も絶対失敗できないんですよ。その緊張感はありますね。でまた向き変えると、ね、今度はこの辺、前輪のですね片側巻き終わりました。ちょっとコツが分かってきたんで、2回目からもっと綺麗に頑張りたいと思います。やっぱ回を追うごとにですね、この最初のこういうところ失敗したところがなくなってきましたね。はい、それではですね反対側やっていきたいと思います。反対側がやったら終わりなんでね、接合部分なんですけど、まあ、ゲージのクリアランスもあるんですけど、まあここで、まあ、ずっとやってきたところが、まあ、こうなったとしましょう。でもそこはちゃんと最後ちょっと調整してきっちり綺麗にこの接合部分をするっていう、この所作をですね入れるか入れないかでだいぶ違うんで、そこは気をつけてやっていきたいと思います。だいたいこれがですね、4枚で1台分になってるんですよ。で4枚目がちょっと短いんですよね。なのでこの接合部分を綺麗に貼れるかっていうのがポイントですね。はい、で何回も言いますけど、このアマゾンで買ったやつがですね、クリアランスがこれ 8mm のやつなんですけど、 6mm と 4mm に対しか対応してないんで、自作で自分で切ったやつなんでクリアランスが綺麗に出てないですね。なのでそれが出てるともっと綺麗に貼れるんですけど、楽に。ちょっと今難航してます。でも頑張ります。こういう感じですね。こういう感じで接合部がずれてるでしょ。このずれた時に最後の修正をちょっとやるのがポイントですね。はい、だから水拭きのこの水が大事なんですよね。あんまり粘着力をちょっと軽く低減させてるんですよ。ここポイントです。さっきやっててちょっと一個思ったのは、慣れてくるとやっぱりこう作業がサクサクいくんで、失敗した事例がこの霧吹き、この水をこうシュッシュッシュッとですねかけることを忘れてやってると粘着力が強いんで、この、まあ、ジグというかレールでギュッてやるときに、やっぱりあれなんでこんなに綺麗に貼れないんだろうっていうミスがありました。しっかりとですねやることはやってからやらなダメですね。今これ途中経過ですけど、めちゃくちゃいい感じです。これできたら結構感動もんですね。僕はこれやるの初めてなんですけど、結構僕不器用でこういうの自信全くなかったんですけど、いや案外できるもんですね。これ見て本当に勇気をもらってください。いやいや、そんなこと言って俺ほんま不器用やでっていう人いっぱいいると思うんですよ。できますね。できます。バイク屋に任せずですね、バイク屋さんに任せず自分でやりましょう。絶対愛着湧きます。こういうね、接合面めっちゃ大事です。接合面でやっぱこのレールが大事なんで、レールを意識しながらこう引っ張っていきますね。あんまりこう自分の主張よりもこのレールです。このレール見てください。これこのレールに沿ってこうやっていけば確実に綺麗に貼れます。レールが大事です。自分の主観とかですね、考え思想関係ありません。レールです。このレールに沿れば見てください、こんなに綺麗に貼れました。接合部分もバッチリです。見えないと思いますけどね、バッチリです。さあ残りラスト1個です。なんか違うわ、なんかおかしいな、こっち向きや。お前最後にやれかすとこでさ円の周りを無視するとこでしたね。円の周りを無視してはダメです。で今日はジャグリングショップのお客さんの恵比寿本君の協力を得てですね、
撮影してもらってます。ありがとうございます。最後ドライヤーで温めて終わりたいと思います。レッツゴー。ドライヤーですね。ということでですね、どうでしょうか。これ初めて僕やったんですけど、この黒と赤のですね、このなんていうかスタイリングにこのホイールが赤っていうのですね、すごい合ってるなと。かなり自己満なんですけども、いいカスタムができたなと思ってます。かかった費用はなんと990円です。めっちゃ安い、おすすめ。はい、ということで、カスタムチャンネル、この GSX-R125 ホイールにですね、この、ストライプステッカー貼るというコーナーでした。初めての割にはですね、結構うまいこと貼れたんじゃないかなと思います。まだこれ興味ある方いましたらですね、この動画見てぜひまたチャレンジしてみてください。素人でも全然できますということで、またね、いろんな動画アップしてきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。カスタムでした。さようなら。